人間と精霊の世を行き交う流れに身を委ねし者よ、我が魂の戦場を経て新たな生へと進むがよい。あなたは生きるべき存在、私たちが手を貸します。意識を保て。お前であれば消されはしない。急ぐでし、時間がないでし。さあもっと気を緩めないで。今です。さあこちらへ。僕は他の3人の話に乗っただけ。仕方なくね。ん？どうしたの？その姿。何？名前を思い出せない。うん。何やら雰囲気が。まさかとは思いますが、私たちとニヤケリアで過ごした頃の記憶はありますか？ノーム弟子、また会えて嬉しいでし。いつものあれやで弟子。記憶がないのですね。これからどうしたものでしょう。いえ、すみません。あなたが悪いわけではないのです。俺たちは失敗したのか。すまぬ。お前に尋ねたところで答えられるわけもないな。待ってよ、ひょっとして君。あれれ、覚えてるですよね。とぼけてるだけですよね、僕たち。失敗したですか？この辺りが変な形してる。待て、どこへ行くというのだ。やっぱ様子が変だよ。まるで自分が誰だか分かってないみたいな。ニヤケリアで一緒に遊んだでし。覚えてるでしよね。答えてくれ。俺との勝負で勝ったのはどちらだ。では槍に囚われた私たちを助け出したのはどうです。記憶がほとんど残っていないのですね。あの木に魂を救い上げれば完全に記憶を残しているはずだ。僕たちが何か間違えたのかもしれない。いや待てよ、僕たちが知らない何かがあったとしたら、その原因が分かれば。やめて弟子。ノーム、もうあの方に逆らう真似なんてできない弟子。ノームの言う通りだ。それにニヤケリアに戻るなど今さらできぬ。ああそう、どうせ記憶のない中途半端なこんなのならいらないしね。シルフ、受け入れましょう。私たちの計画は失敗したのです。せめて私たちのそばにいることを
幸福と思いましょう。俺たちのせいだ。お前をこれからどうしたらいいものか。すまぬ。行きたいところがあれば、せめて私たちにお供させてください。それで何か少しでも思い出せればいいのですが。そうです、思い出の場所へ行くです。それなら。それがニヤケリアじゃないのです。風が変わった。やつか。ノーム、彼女を隠せ。勝てんでし。ちょっと我慢するでしょ。やはりミュゼですね。ミュゼよ、ここにいた者たちはどうした。お前が集めていたのだろう。もちろん疑わしきものですもの。死んでいただくことになります。やはりお前の目的はミラを探し出すことだったのか。ええ、あなたたちも分かっていたじゃない。私はシェルという存在とその秘密に気づいたものを消し去らなければならない。ああ、それがあんたの使命だもんな。けど意外、ミラをかばって私のところに顔を出すなんてないと思ってたわ。どうなっているの。ミラの記憶は完璧に失われていました。ミラはもうどこを探してもいないでし。そうだったの。ではあなたたちの役目も終わったのですね。ええ、そうなりますね。主のお望みは分かっているんでしょ。あなたたちは知りすぎています。生まれ変わるべきです。死んで次の四大精霊にか。ええ、マクスウェル様の分隊は社におられるわ。待っているわね。みな、いいな。そうですね。ここでお別れです。私たちのやりとりは聞こえていましたね。ユゼの言葉は正しいのです。シェルの存在を知りすぎた我々は危険な存在です。こうなる覚悟はしていた。弟子、僕たち四大精霊にとって大事なのはその存在さ。分かったらさっさとここから去れよ。それじゃ僕たち行くでしね。ミラ、いやミラではないな。お前はお前自身だ。ミラの名は忘れて生きてくれ。もし次の次第に会うことがあればよろしく伝えてください。もういいだろ、早く行こう。そんな、来てしまうなんて。この、まさか僕たちが消えるのを許せないなんてつもりじゃないよな。待てシルフ、姿が変わり記憶がなくとも、やはりお前はミラということなのかもしれんな。ええ、それであれば仕方ありません。あのね、僕ミラの記憶が返ってこなくてミラに戻れなくても大好きですよ。ち、こんなのミラかよ。ミラならもっと合理的に考えるはずさ。僕たちのところに来るもんか。シルフ、お前の覚悟があれば俺たちは何も言うつもりはない。この先を
進もうが引き返そうが、お前の判断に従おう。弟子。ええ。たく、あったよ。あれ？ひょっとしてあなた、私を騙したのか、それとも気が変わったのか。この際問いただすなんて無粋な真似をするつもりはないわ。けどあなたに一つだけ質問があるの。あなた本当にこの者たちを信用できる？わからないようなら教えてあげる。私に使命があるように、あなたにも。そう言ってもミラだけど、使命があったわ。ミューゼ、それ以上話す必要はありません。あら、あなたたちが手を貸したことなのに口を閉じるなんて都合が良すぎない？それは弟子。私が従うべき最優先の命令はアルクノアの殲滅だったわ。そしてミラはね、そのためにマクスウェル様がアルクノアを引きずり出すために用意された餌だったの。マクスウェル様はアルクノアが自分の命を狙っていたことには気づいていたから、あなたをマクスウェルに仕立て上げた。予定通りアルクノアはあなたの命を狙って必死になっていたでしょ。つまり何が言いたいのかわかる？ミューゼ、残念だけどミラがマクスウェルとして貫こうとしていた使命は嘘なの。まやかしよ。あなたはマクスウェルではなかった。いい？よく聞きなさい。この四大精霊はマクスウェル様の命で元素の力で生み出した人間ミラをマクスウェルとして育て教育したのよ。ミラはマクスウェル様には最初から見捨てられ、頼みの四大精霊にも騙されていたの。認めましょう。私たちは全員であなたを騙していた。それゆえに魂の戦場の最中、俺たちはお前の魂を救い上げた。私たちにとってもマクスウェル様を欺く行為でした。言い訳に過ぎませんね。そうね。ですがミューゼ、この方は私たちに生きてほしいと思ってくださった。僕たちまだ彼女と一緒にいたくなっちゃったんだよね。生まれ変わるという話は改めて断らせてもらう。どうして私には使命がある。なさなくては私に生きる意味はない。あなたたちを生かしておくわけにはいかないの。負けはしません。
をし…どうして…なぜ主の意志に逆らおうとするの。僕はミラに帰ってきてほしいでし、ミラが僕を大事だと思ってくれたのと同じだけ僕もミラが大事なんでし。ミラの記憶が蘇るかは分かりません。いえ、そのようなことなどまずないのでしょう。ですが、私たちにとって彼女は…共に過ごした過去など重要ではない。そういうことだったのだろう。それはつまり…あなたたちにとって大事なのは…その先はやめてよね。過去じゃなきゃ。臭いセリフになるよ。秘密を知りすぎたなんて理由で消えるのは嫌でし。なら、なぜ逃げなかったの。変な話でしけど、彼女のためになら消えてもいいと思ったからでし。ミューゼ、俺たちのことは俺たち自身で決める。主の命令を聞くのも聞かないのも私たちの心のままです。なあ、お前もそう思うだろう。でも、一度消された記憶が戻るなんてありえない。ミラにはなれない。そうですよね。名手マクスウェル様の分体です。分体は死んだ者の魂を洗浄するだけの意識体。安心しろ。その問いは否。この光はかつての魂の情報、つまり記憶と人格を呼び戻す奇跡の術。なぜ教えてくださらなかったのですか、マクスウェル様。まずい、マクスウェル様に僕たちまで蹴取られるよ。どうした、マクスウェル様が答えられない。なぜまた何もお答えになってくださらないの。いつになったら答えてくださるのですか。理由はわからぬが、交信を閉じられたのかもしれぬ。いや、どうしてこんな。おい、待て。いいわ、シルフ、今は優先することがある。何はともあれやりましたね。これでミラ、あなたの記憶は戻ります。ニアケリア霊山の山頂にてその光を振るうがいい。召喚される。この強力な交信は、マクスウェル様。でも一体誰と戦っているというのです。いけるですよ、今のミラなら。さあ行くぞ。胸の鼓動が鳴り止まない。そうだろう。バカ者め、今のお前は立っているのがやっと。もう私に抗う力などないではないか。なぜ私は抗ってまで死を選んだ。
くは知ってる。何だと？理解できん。こやつ。キモ。君は誰だ？そうだよね。ミラ。シールド。ミラなのか。ミラ。まさかミラさん。ミラ。ミラ。全てのものの未来を守るのがマクスウェルの使命ではないのか。なぜこんなことが。次第が図ったというのか。迷ったな。それでは本来の力が出ないぞ。いいのか、お前たち。貴様。さあ、ジュード、行くぞ。うん。